今日はね、簡単なお家の描き方をやってみます。まずね、箱を描きます。そして屋根を乗っけるんですけども、まあ、あんまり形ね、難しく考えないことにしましょうね。もう大体うちの感じ、とにかく箱の感じがね、大事です。さあ、こんな感じですよ。そして今日は光が右上から来てますので、こっちの面が日陰ですね。この日向と日陰が箱につくんだ、ということが大事です。さて、それをスケッチブックに書いたら、塗ってみましょうね。今日の建物は明るい白い壁ですので、日陰の面はね、こんなブルーで割り切って塗ります。たっぷりの絵の具ですね。さあ、塗りましょう。もう本当にあまりいじりすぎないことが大事だね。もう割り切って描こうね。そしてベランダをちょっとつけたら素敵かな。ちょっと絵の具を暗くして、ここね、この日向と日陰の境目のところをちょっと暗く色を置きます。そうするとぐっと曲がった感じになるでしょ？もうちょっと暗い色にして、今度は軒下を描きます。こういうとこだよね。ほら、もうこれだけでうちの感じ見えたでしょ？こんなところがポイントなんだね。だからあんまり難しく考えてはいけないと思うね。窓もね、きちんとした四角で描かなくていいんですよ。縁取るように描かないしましょうね。そして窓枠はちょっとね、引っかいてみました。参考にしてくださいね。窓の中少し暗い色なんか出すともっと空間感が見えてきます。こちらにもね、日陰の面にも窓がちょっとあるという感じですね。そして今日の建物屋根は赤にしましょうね。そうすると白い壁も引き立つし、何かこう可愛らしくね、素敵なお家に見えますもんね。屋根瓦は引っかいてます。同じ赤を少しブルーを加えて暗くしたら、こちらの屋根ですね、これは太陽の方向から反対向きですので暗くなるわけです。その暗さで軒下をちょっと描いて、あと向こう側のこの部分ですね、軒下ですよ。さて、窓もちょっとだけね、少し足らないとこ、ちょっと描き起こすだけかな。そしてここでね、ちょっとこんなね、建物のデザインお遊びなんか描いたらいいかな。これはもうあなたに任せるというところですね。この入り口のあたりね、こうちょっとこだわってみました。皆さんはこうやって描かなくてもいいけど、参考にしてくださいね。そしてこの手すりの日陰がちゃんとここのね、壁に落ちるんですね。入り口の階段はこんな立ちですよ。ね、横の立ちを並べるだけです。あとね、せっかくここだけ素敵なお家になったんだから、黄色や赤い花をね、ほら、ここに花壇作ってね、咲かしてあげましょうね。これだけでもなおさらいいね。なんか楽しいお家の雰囲気が出てきます。で、このように家の手前に楽しさを加えたら、今度は家の後ろですね。ここに木を描きます。そうすると、見てください。ほら、白い壁がはっきり見えたでしょ？建物の周りがだんだんできてきましたね。こっちのベランダの柵も少し描き起こして、さらにね、またこっちね、ちょっと違うグリーンで、家の後ろを描き足して、芝生を描いたらこれで出来上がりです。はい、お家をね、描き上げました。このようなね、お家を描くときは、もう、簡単なね、箱として考える。これがポイントなんですね。そうするともう、とっても簡単に描くことができます。そして、ちょっとね、こう、お花とか木をね、
周りに添えてあげるとさらに楽しい雰囲気も出るし、ね、素敵でしょ。書いてみたくなった。さあこれからもね、私と一緒にね、水彩楽しんでいきましょう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。